以前、広島ナタリーがあった場所。現在は、ショッピングセンター及び住宅街になっている。広島ナタリーは、開業当時広島県再帰郡初日市町アヒンに、かつて存在した遊園地。1974年、1988年、空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成広島市の成功。 宮島を対岸に望む総面積7万8000平方メートルの埋め立て地に1973年9月より総工費30億円をかけて建設を開始1974年4月23日14時にオープンした運営元は広島を発祥とする純大手ゼネコン藤田工業の関連会社である二重化主観工開発株式会社が経営していたナタリーの名称は 1937年に建造されたエンジン付き帆船、ナタリー号を寄り付けられた。現役時代は地中海で使われ、ショーン・コネリー1964年の主演映画、わらの女の劇中にも登場するという。1971年に遊園地の目玉として日本まで自走し、日本一周を行った後で遊園地があった場所に落ち着いた。 開園当初のキャッチコピーは、輝く太陽と海、大きな心をテーマにした海洋レジャーパークとし、日本初の海洋系遊園地として開業した。開園当初は、東洋最大とされた観覧車や複数のプールなど、当時の中国地方では本格的な遊園地だった。瀬戸内海と宮島や広島市街を望むロケーションにも恵まれており、広島で遊園地といえば、 ナタリーというくらい有名であった。1980年代に入ると、同遊園地の東側に、藤田のスポーツ施設が完成し、サッカー教室や、スイミングスクール藤田ドルフィンクラブの場としても、親しまれてきた。しかしながら入園料も施設使用料も高かったせいか、バブル崩壊後は徐々に来園者は減少し、1987年度の57万人をピークに、 末期の1995年度は35万人になり、1992年に広島市の東港の呉市に同じ規模のテーマパーク、クレポートピアランドがオープンしたこともダメージとなり、会員制スポーツクラブのみを残して、遊園地施設を1996年3月31日で閉園した。跡地はショッピングセンターやマンションを中心とした住宅地に生まれ変わっているが、 いずれも長年親しまれたナタリーの名前を残している。なお、経営していた二重化、市観光開発は、同系列の東和不動産等と共同で、再開発事業にも参加し、マンション群の一つ、マリナタウンウェイストデッキの事業主となっている。当時県内には、テーマパークが他に数カ所あったが今では、魅力の里だけが残っている。富士グランナタリー内には、 ナタリーサルベージアートストリートが作られ、コエクダや家事、羅ンバ盤ンが残され、アリシ日のナタリーを忍んでいる。ナタリー号は流れるプールの中央に置かれた。開園当初は大小の造波プール、流水プール、子供プール25メートル公認プールの5つのプールが整備された。開園前、最初にプールが作られその中央に800トンクラスの ロイド 100A1 のカテゴリーのナタリー号がサルベージ船により搬入された、そしてその周りに流れるプールを配置してナタリーを一周するプールになった。船首部分には当時としては珍しい増波プールも設置された。ナタリー号の船内も有料で見て回ることもできた。ナタリー号はイギリスのロイドの 100A1 の船舶称号を持つ、マストがないツインスクリューを持つ。 ヨット船舶でもあった。日本までの開港前はコオナシスの所有船でもあった。開港前にイギリスのサザンプトンで点検修理を終え約50日をかけて日本に改装をされた。地中海の基準とも言われるほどのヨットでもあった。この船ナタリー号はここテーマパークナタリーの前はフランクスインターナショナルにより輸入され、 パナソニックの電子レンジの宣伝普及に携わり、安住の地として、ここに上陸をして、不内の地を終えた。プレイランドには、開園当初は、東洋一の高さと宣伝された、高さ65メートルの大観覧車、スリラーハウスゴーカートメリーゴーラウンドループザ、ループなどが、1975年には、アドベンチャーサハリ、急流滑り、子供の国などが整備された。 1977年には日本初の会場ジェットコースターが整備された。メイン広場には会場当初は水上ステージサテライトスタジオゲームコーナーレストランスナックスーベニアショップが整備された。またラブジョイ広場にはヨーロッパ風緑の庭園、ミニゴルフ、隠し模擬店、バザール会場、大運動場が整備された。1980年代には屋内プールが 万年のアトラクションとしては巨大迷路が有名となった。また夏場のプールと冬場の屋外スケートリンクは家族連れで賑わっていた。開園当初に予定された宿泊施設は閉園まで整備されなかった。広島市周辺のものにはデートであったり家族と遊んだ思い出等非常に思い入れのある施設であり、広島出身のお笑い芸人アンガールズも DVD のタイトルに ナタリーの名前を使っている。また奥田民夫も全国放送の音楽番組内で遊園地といえばナタリーと答え出演者を困惑させたこともあった。メグの2008年のアルバム STEP の収録曲ナタリーは故郷の景色と両親への感謝を綴った曲でタイトルにこの遊園地の名前をつけたと話している。小学校4年まで広島で育ったという平岡、優太も 僕まだナタリーで遊んだ世代なんです。よく流れるプールで流されていたあのナタリー。その隣のグラウンドでサッカーも習っていたんですよ、とうと話している。特筆すべきは開演時と初期の CM イメージキャラクターとしてデビュー間もないキャンディーズが採用されていたことである。開演当初に地元新聞広告に専属タレントとして扱われていた。 キャンディーズにとってもテレビ CM デビュー作であるが、当時キャンディーズは全く売れておらず、カメラ小僧が少し写真を撮りに行っていたが、まだファンは、ほとんどいなかった。年下の男の子の大ヒットまで、開演日当日の他に、5月5日および6日や8月12日、および13日のイベントや、ステージ、CM 撮影他のために頻繁にナタリーに訪れた。この関係から、 解散直前のキャンディーズのザベスト店中継場所に選ばれ、ナタリー号戦場からラストシングル美少外しを歌った。中継後、広島の暴走族が1000人集まって、宿泊先に移動するキャンディーズの車を追いかけ、回したというエピソードも残っている。開園当初の入園料は、平日の場合は大人400円、子供200円。祝祭日の場合は大人600円。 子供300円だった。入園料とは別に遊具代が必要だった。開業当初は広島電鉄あじな駅が最寄り駅で国鉄の駅は宮島口駅と離れた位置にあった。1978年に広島電鉄の新駅、田地駅ができ、JR 時代になってから1989年に JR の新駅あじな駅ができた。開園当初の駐車場のキャパシティは 普通乗用車880台、大型バス20台収容できる駐車場を整備していた。開園当初の新聞広告には、ナタリーまでの所要時間として、広島市内より車で18分、広島電鉄の電車で27分、バスで50分としてあった。八浜氷白殿、宇の港に、ナタリー号がやってきた日、ハット AB、広島ナタリー競争劇下で閉鎖。 キビのゴーアンダーランドも引くゲームマシン517号ホワットエスインソニーマガジンズ2080ライナンバー 253P169 タウン情報誌ウィンク広島2007年7月号 P169AB 水谷豊伊藤蘭夫妻広島市長と懇談映画少年 HPR で大広し中国新聞 2013年7月29日閲覧。水谷豊伊藤蘭夫妻、平和への思いを広島から発信。黄昆スタイル中国新聞1974年4月23日、長官14ページ全面広告。1974年4月21日長官4ページ。1974年4月26日、長官12ページ部分広告など創生の。 マドンナたち一田中吉子、朝毛プラス、キャンディーズイン、広島ナタリー1974年5月3日。この日は、全国縦断コンサート、ありがとうカーニバルの広島公演が、広島県立体育館で開催された。ボンラインプレミアム、大里陽吉、アミューズ会長。ありがとうございます。